今ね、正直、今の時代ね、創価学会にいるなんてことは、非常に恥ずかしいことなんです。世間の人は何人って言うか。頭の弱い人。創価学会にいるってことは頭が弱い人。そのぐらい思われてんだよ。だって、外に出ていろんな情報を仕入れれば、明らかにもう仏教じゃない、ただの公明党と金集めと公明党の権力を維持するだけの、それだけの組織になってるんだってことは、外に出てみればわかりますよ。それの働きありにされてるだけなの。それを、その、やれ正義だ、平和だ、世界なんとかだとか言って、やれ池田先生だ、高専ルフだ、西田な商人だっつって、吠えてるのは学会員だけで、世間の人は知ってる、みんな。でもめんどくさいから、学会員ちょっかい出すと、しつこいし、あの、無国旗強いっていうか、なんつうの、勝ち気だからね、学会の人は。それで、口は減らないしさ、めんどくさいから、学会の人ともう、作り笑いして、そうだね、そうだねって言ってるだけなんだよ。